今一応録画がオンになったので、じゃあ始めましょうかね、はい、よろしくお願いします、はい、お願いします。では今回は、ホロスのお客様の相澤さんがすごいチャレンジをしたので、その取材をさせていただきたいと思います。相澤さん、よろしくお願いします、はい、お願いします。でまずですね、その相澤さんが今回チャレンジして達成したことの、あの確認から一応させていただきたいんですけれど、1週間前に、愛知県のご実家から、はい、あの神戸のこれいろはなカフェさんっていうんですか。あ、そうですそうです、はい、という、カフェまでの250キロの、ランニングを、完走したと、はい、で、タイム、あの特に大会でもないんですけど、それもタイムが27時間22分37秒っていうことですかね。はい、これ普通に250、まあ、200約250キロということであるんですけど、このタイムとしても、はい、大会であっても驚異的なタイムですね。桜道とかでも上位に入るようなタイムで、完走されて、うん、でこのタイム見たとき、これ本当に練習なのかなって私は思っちゃったんですけど、はい、でまあ、そういうすごいことを達成されたので、まあ、どういったどうやってそんなことが実現できたのかっていうのがすごく私が興味があったので、今回お話を、聞かせていただくことにしました。まず最初にお伺いしたいのがですね、あのなんでこの250キロっていう過酷なあのチャレンジをされたのかっていうところなんですけど、どういう理由とかきっかけがあったんですかね。はい、まあ、今回の目的として、まあ、コロナ禍でいろんなニュースがあるんですけど、目標を見失ってしまう方が多いのかなと、うん、ランナーだけじゃなくて もやっぱり目標を見失ってしまう方が多いのかなと、うんうん、そんな中で、まあ、僕の挑戦がどれだけ伝わるかわからないんですけど、うん、まあ、この、まあ、250キロ走り切るっていう目標が、まあ、人それぞれどのように感じるかわからないとして、175キロしか行けなかった人間が4ヶ月で目標を持ってトレーニングすることで、うん、なんか伝わるものがあればいいなと思って挑戦したのと、うんうん、やっぱりあといろはなカフェ食堂って飲食店なんですけど、うんうん、まあ、飲食店って今、まあ、すごいダメージを受けているので、まあその飲食、食事の大切さっていうのも、うん、このチャレンジを通して伝えられたらなと思って、うんうん、まあ、250キロという距離を設定してチャレンジしました、うん、か初めて行った時にそのお店のコンセプトを見た時に、いやすごいなと思って、うんうん、日本人の体に合うように和食を中心とした栄養バランスで20品目以上の食材を使ってランチを提供してくださる、まあ、その食事と運動の掛け合わせたお店を自分で作りたいっていうマスターの思いがあって、うんうん、なんかそんな激アツなこだわりの強いお店、うん、まあ、そうそうないなと、うんうん、ですごい好きになって、まあ、マスターの人柄もすごい素敵なんですけど、いいですね、そういうつながり。そのお惣菜とかあれかな、ちょっとこの記事か動画がどう広がるか分かんないんですけど、もしかしたら興味あった人がいたら、あの、はい、全然お願いできたりするんですかね。全然やっていただけると思います。あ、なんかそういう、ね、体にいいもの で、はい、でうちの、ね、お客さんである相澤さんがそれだけ進めるってことは、まあ、相当なあの質は担保されていると思うので、ちょっと他のお客さんにも、ね、知ってもらいたいですね、はい、経緯で、まあ、今回まあ、最初220キロ挑戦して、今回リベンジとしてさらにきつい250キロに挑戦して、で無事に完走、しかもすごいタイムでされましたということ で多分こっちの他のお客様としたらすごいなと思うと同時に、どうやったらそんなことできるんだろうっていうところが気になると思うので、何かその辺であの他の長い距離を走ろうとしている人にとってヒントとなる情報があの提供できたらなって考えてるんですけど、はい、まずそうだな、肉体的、まあ、トレーニングとか練習の面でこの挫折したところからの4ヶ月間ですかね、まあ、どんなことをメインにされてたんですか。岩本さんの本をまず買ってみたら、はい、
4ヶ月あれば走れるようになるって書いてあって、まあ、春休みに合わせた方がいいかなと思って、うん、じゃあ4ヶ月後にしようかと思って、で、まあ、しっかり疲労を抜いて、まあ、逆算してトレーニングをしていったんですけど、まあ、参考にしたのはその岩本さんの本の練習ですね。うんうん、まあ、毎日175キロでリタイアした時は毎日20キロ、週末、うんうん、週末、まあ、土曜日ポイント練習やって日曜日に50キロ走っとけばいいやっていう流れだったんですけど、うんうんうん、まあ、それをちゃんとメリハリをつけて休むときはやっぱりウルトラでも休ませる、うんうん、体を休ませる、ポイントのところをしっかりポイントを上げて質を上げる、うんうん、で日曜土日のセット練で、まあ、土曜日はまあ今まで通りしっかりポイントで追い込ん で日曜日の距離もまあ50キロだけじゃなくて、まあ、徐々に50、60、70、80、100といって伸ばしていきましたね。うんうん、これが大きな違いかと思います。うん、なるほど。もう一回まとめると、その以前は、まあ、平日は20キロぐらいのジョグがメインで、土日でポイントの土曜日がポイント練習。はい、このポイント練習は前はどんな感じだったんですかね。まあ、土曜日のポイント練習変わってないですけど、うん、まあ、ロングインターバルやったり距離走やったり変化走を入れたり、うん、まあ、それは、うん、まあ、大体気分でやってたんですけど、うん、まあ、今日スピード入れたいなっていう時はスピードを入れてたんですけど、まあ、今回は、まあ、その4ヶ月前3ヶ月前ぐらいもっとかなはスピード練習入れて、うん、まあ、近づくにつれてちょっと距離を伸ばしていったイメージですね、うん、なるほど。で、はい、以前のチャレンジの時はまあその土曜日がそういうスピードロングインターバルとかやって、うん、で日曜日のところで50キロぐらいのジョギング、50キロぐらいまでしかやってなかったですね、うん、っていう感じだったんですね。まあ、それでも、ね、距離としては十分だと思うんですけど、それが、2回目のチャレンジのところでは岩本さんの本を参考にして、まあ、土曜日はスピードあのポイント練習変わらずで、日曜日のロング練習の距離を増やしていったということですよね。平日はちょっと減ったんですか？平日は減ったというと、その疲労抜きの日はしっかり落とすようにしました。うんうん、あ、なるほど、なるほど。はい。ちゃんと体の声を聞いて、うんうん、まあ、がむしゃらに、まあ、日本人魂じゃないですけど、今まだがむしゃらに20キロ絶対走るってやってたんですけど、うん、まあ、しっかりウルトラでも質を大事にして、まあ、落とすとき落として。うんうん、でポイント練習しっかり走ろうかなと。メリハリってことですね、はい、でメリハリのちゃんと強いとこをやるために休むとこ休むっていう、はい、で感じにして、まあ、たのが、まあ、トレーニング面での変化ってことですね。そうですね、うん、なるほど。そっか。じゃあその、まあ、トレーニングの面はそんな感じだったとして、はい、その他こう例えば食事とかは結構こだわってらっしゃると思うんですけど、はい、何か食事の面では変化はあったんですかね、この期間は。食事です。まあ、平日20キロ、まあ、25キロ程度の時は、糖質はもちろん取らずに制限してて、うんうん、土曜日のポイント練習ぐらいだったら取らないかな。日曜日の距離走をした時だけ、しっかり糖質を取るようにしたら、うんうん、その筋肉の回復ぐらいというか、筋肉がスカスカになる感じがなくなって、うんうん、なんかしっかり足ができてるなっていう感覚があったので、うん、日曜日のロングランの時だけはあの糖質しっかり取るようにだけしてますね。そこが変化の世界で、まあ、糖質、まあ、食べたい食べたくないじゃなくて、まあ、体の感覚をちゃんと感じて、まあ、しっかり調整できたのが良かったのかなと思ってて、うんうんうん、まあ、今まで一概に糖質制限してりゃついてくると思ってたんですけど、まあ、食べてみるかと。山本さんのにはね、うんうん、あまり制限しすぎるのも良くないって書いてあったのだけに、
まあ食べてみるかと。うんうんうん。まあ平日しっかり制限して、まあ、ロングランでは絶対糖質途中で取らなかったので、うんうん、まあしっかりそこで確認はできていたので、100キロ走っても無補給で、うん、振り切れたっていう糖質制限の、まあ、効果も出てましたし、うんうんうん、取るところは取っても、まあ、問題ないのかなと、うんうん、思ってしっかりその食事を自分の体と、うん、体の声を聞いて調整できたっていうのは大きいかもしれないですね。うん、なるほど。そっか。止めると、まあ、相澤さんもともと糖質制限をされていて、以前はまあロング走でもまあずっと糖質制限でしたと。で、はい、次のチャレンジでは、まあ、日中、まあ、月から土曜日までかな、まあ、基本的に糖質制限していて、日曜日のロングの、ね、50キロ以上、60キロ、70キロの時だけ糖質をちゃんと取るようにしましたと。で、うん、その糖質取る日曜日って走る前と走ってる時と走った後っていろいろあると思うんですけど、どこで糖質食べるようにしたんですか？練習の後ですね。練習の後ですね。走ってる最中の補給としては取ってたんですか？あんまり少し取るぐらい。走ってる途中、走ってる前、走る前はもう走る前はコーヒー飲んで酔い止まって、うんうんうん、走ってる途中もあの蛍光水液だけ、はいはい、なので走り終わってすぐゼリー飲む。なるほど、そっか。ランニング、ロングランの後に取るようにしてってやったら感触が良かったっていうことなんですね。はい。なるほど。確かに。途中で補給入れれば、もっと楽には走れると思うんですけど、うん。まあそこはちょっと脳みそのごまかし具合の調整も入ってくるので。うん、ですね。またそこはね、脂肪を使うっていう別のトレーニングの目的から言ったらね、取らない方が良かったりするでしょうし、はい、でも回復を早めて、ね、トレーニングの継続性を高めるっていう意味では、ね、60キロ超えてくるとね、取った方がいいっていうのもあるだろうし、はい、そういう感じなんですね。私自身も、まあ、糖質制限との付き合い方ってまだ分かりきってるわけではなくて、いろんなパターンがあると思ってるんですよね、うん、でそれロングの後は取った方がいいとかっていうのもあの話としては分かるし、自分もそれの方が回復早いなって思いますしね、うん、あと、まあ、あの私は取らないケースの方が多かったんですけど、本気でやってる時あのそれでも持つので60キロぐらいまでなら、うんうん、70、100キロぐらい行くと取った方がいいなって思いましたね、うん、あと海外の、すみません私もちょっと深補足情報で言っちゃうと、海外のトライアスロン系の選手とかの本も読んでると、よくトレーニングロー レース入っていって、トレーニングは糖質少なめ、エネルギー補給なしで、大会でがっつりハイで取りまくるっていうのを勧めてる人もいて、うん、そういう人は、うん、基本的に糖質制限するんですけど、月に2回とかのロングのポイント練習の時はもう糖質食べまくる、補給としても取って、走った後も取るっていうようなやり方をして、うん、まあ、そうすることで糖質を補給する能力もあの維持することができる、うん、ずっと糖質制限だと糖質を取る消化吸収する能力が落ちてしまうので、うん、それとのバランスを取るっていうそういうやり方とかもあったりして、だからいろいろね流派があるってことなんですよね。うんうん、なるほど。まあ、今回、相澤さんはそのポイントあのロング練習の後に取るようにしたら、まあ、回復もするし、足がちゃんとできた感じっていうのですね。まあ、そうですね、うん。そこのフィーリングが一番大きいですね。うん、そういう力強さも出てきたんで、よかったと。で、まあ、結果として成功してたっていうのがあのいい情報ですね。他の糖質制限やってる人にもシェアしたい情報ですね、これは。うん、ありがとうございます。じゃあ食事についてはそんなとこで、でじゃああと次はあの当日のお話に、走った当日のお話に行きたいんですけど、こう前回の時と今回であの補給の面で変えたところとかってあるんでしょうか？補給は前回は糖質制限やってるから、まあ極力なくてもいけるだろうと思って、うん、80何キロまで、まあ、何も、まあ、水分以外取らずに走り続けていったんですね。うん、水分と電解質ですかね。電解質も取ってましたね。もう取ってですよね、うんうん。で、もうなんか80キロ超えてすごいな、なんかメンタルがバラバラ、なんか乱れてきた。うん、で、そこから補給を取り始めたけど、なんかすぐにお腹空いちゃって。うんうん、っていう状況が続いてたんですね。だけど今回は、まあ それで、まあ、栄養がもう売り切れちゃった状態になってしまっ
ってもう足が動かなくなっちゃったのかなと思ってて、うん、で今回はそういうミスを防ぐためにもうお腹が空いてない状態です。もう最初の100キロ、まあ、200キロまでは10キロごとぐらいに、うんうん、あの補給をしてました、はい、10キロごとに補給っていうのは、まあ、ジェルとかですか。そう、本当はね、僕がアンバサダーやってる、まあ、この、まあ、これか、あ、これ、はいはい、降りたかったんですけど、ちょっとサイズがでかいので持って走れないので、うん、なんかたまたま目にしたなんかスポーツ羊羹、あ、はいはい、知ってます、をあのザックに10本入れて、うん、あの100キロ地点でトレーナーが来てくれてたので、まあ、100キロまで10本を持って走って10キロごとに補給してって、うんうん、まあ、100キロの地点でまた10本バッグに積んで、うんうん、まあ、200キロまでは10キロごとにスポーツ羊羹1本、はいはい、でダブルエイドも20本ぐらい持ってたので、はいはい、まあ、ダブルエイドはもう20キロごとぐらいに取った方がいいなと思ってたんですけど、うん、ダブルエイドは なかなか忘れがちだったので、うんうん、1回目の補給が40キロぐらいになっちゃったのかな、ダブルエイド。だいぶ忘れてましたね。それで1回飲んで、うん、まあ、ダブルエイドはだいたい20キロごとに取ろうとして、うん、忘れながらも、まあ、忘れてたけど、まあ、次取ればいいやっていう、うんうん、まあ、ダブルエイドもしっかり定期的に、うん、取りな、まあ、直飲みですね、ダブルエイドは。大谷さんが勧めてくれた、はいはい、私がよくやるやつですね。はい、プラスアルファで、あの眠くなってしまった時が、はい、まあ、何回かあったんですけど、うん、あのダブルエイドの直飲みするとちょっとリフレッシュできるんですね、うんうん、それを眠気覚ましに、まあ、その220キロごとプラスアルファで使ってましたね、うん、ダブルエイドも、はい、前回と違ってよりしっかり電解質っていうのを意識して取ってましたね、うん、なるほど、そうですか。そのスポーツ羊羹さん、私も昔桜道って250キロで使ってて、うん、あれね、美味しいし、こうやっぱ携帯性がね、水分が抜けてる分軽いですからいいんですよね。私途中でちょっとその時はあの気持ち悪くなって、あの途中で食べれなくなっちゃったんですけど、よくあれ10キロごとに食べ続けられましたね。精神的なリフレッシュっていうのもやっぱウルトラマラソンの補給では大事だなって私も思ってて、あと好きなものばっかりであのすごい距離走っちゃう人って結構私の友達とかにもいて、うんうん、だからなんか本当理屈で言えばこういう糖質がいいとかって多分あるんですけど、うん、なんかそれ以上にやっぱ人が食べたいとか、あ、美味しいって楽しむ気持ちってね、長い距離になると大事なんだろうなって思いますよね、うん、じゃあ補給の主な変化というと、まあ、糖質、まあ、しっかり取るようになりましたっていうのと、うん、まあ、展開室前よりはちゃんと取るようにしましたっていう、うん、この、まあ、基本的なところではあるんですけど、そこをまあ徹底できたというところがでかいんですかね。うん、その辺が知りたいですね。ゴール、今回チャレンジを成功させることによって、こう相澤さんの中で芽生えた心の変化とかって何かありますかね。ちょっと難しい質問かもしれないですけど。ゴール、まあ、ただただ安心しましたね。うん、安堵感、それはすごい分かるな、私も。よかった、自分で結局これって大会でもなければ、ただ自分がやろうと思って仕掛けただけのことですし、うん、まあ、それに対して協力していただいたそのマスターをはじめ、まあ、応援してくださった方も多いので、うん、まあ、とりあえずいい報告ができてできるな、良かったなって思ったのと、うん、まあ、やっぱりウルトラマラソンでもっと上に行くためには練習しなきゃいけないな、まだまだだなと思って、うん、まあ、今後どう強くなって、どういう練習をして強くならなきゃいけないの、まあ、250キロで27時間っていうタイムに対して僕はもっと頑張らなきゃなと思いましたね。うん、まだまだ向上したいってことですね。そうです、まあ、24時間走で見てても270キロとか走られる方が、まあ、トップの方だとそんなくらい走ってるので、うん、
250キロ27時間かかっちゃったかと思って、じゃあそのあと3時間半っていう時間をどうやって埋めていこうかっていうところを考えましたね。なるほど。そうですね、そこから先は確かにもっとね、人壁があるように思うんですけど、私の話で言うと、ちょうど間あの桜道っていう250キロの大会があって、2011年に私27時間ぐらいで走ったんですよ。ちょうど相澤さん、今回の相澤さんと多分同じぐらいで走ったんですよ。で、その翌年に私24時間走で256キロ出してるんですよ。うん、だから、まあ、250キロに換算すると24時間、まあ、23時間台で走れるぐらいの力がついてたので、うん、だから、そこから、はい、27時間から24時間切るところへのステップアップで、私はジョギングのスピードを速くする練習をやってましたかね、うん、もう走行距離は正直そこまで伸ばせなかったんですよ、まあ うん、それでも月600、700は走って、まあ、時間的に十分走ってたと思うんですけど、でそこからポイント練習の距離とかも正直それほど変わらない。でも何が変わってジャンプしたかっていうと、うん、まずトレーニング面でいうとジョギングのペースを速くしましたね。つまりそれは、ね、トータル的に全体的にですね。疲労を抜くときは抜く、疲労を抜くときのジョグも上げる。疲労を抜くときのジョグも自然に速くなりましたね。うん、から、まあ、その時って平日のトレーニングが、まあ、27キロのジョギングとかだったんですよ。うん、それがそれまで例えば5分とかそれくらいで走ってたのを4分45にする。うん、はい、楽に長く走ってたのが楽に速く走るって感じだったんですかね。楽に速くっていうので、うん、少し気持ち早めにすることでその動きに体が慣れてきたりとかして、うん、で基本のジョギングペースが上がる。ウルトラで走る、うん、でジョギングのペースが上がるっていうのがやっぱウルトラのペースアップに直結するので、うん、そこの1年間では私はそれが一番効きましたかね。そうですね、なんか過去の自分でジョグのペースを上げて疲労が抜けなくなる現象があったので、うん、そこを十分注意しながらやっていきたいなと思いますね。うん、まず、うん、ジョグのペースを上げるのもか、まあ簡単、まあ手取り早い考えだと思うんですよね。うん、でもやっぱり疲労は抜かなきゃいけないなとも思ってて、結構これにね、うん、騙される方が多いかなと思って。うんうん、まあいろいろ YouTube とか見てスーパースターの練習とか見てるとジョグってやっぱ早いじゃないですか。うん、まあ、それに憧れてジョグのペース上げて疲労が抜けない方っていうのも結構多いと思うので、うんうん、そうですね、あでもジョグを早く走れるってことはすごい大事だと思うので、僕もジョグで3分40ぐらいまで走れるようになりたいなと思ってていいですね、それぐらい出しちゃうとね。はい、それぐらいで走れればまあ、いろんな世界が見えてくるのかなと思って、うん、本当にそうですね、そのレベルになると、まあ、24時間級でももうかなりいいところに見えますからね。まあそのジャンプアップするねポイントってやっぱその課題がその人のどこにあるかによると思うので、うん、今の私のジョグペースが速くするっていうのはたまたまその時の私にとって良かったトレーニングだったので、うん、まあ、全員にとっていいかわからないんですけど、まあ、そういう変化のつけ方もねあるっていうような感じですよね。はい、うん、そう、あと60キロとか70キロスピード練習でやるようにしてました。60、70ってその時もそれまでは LSD の範疇だったんですけど、うん、意識的に60、70キロ速くするっていうトレーニングも入れるようにして、それも効果はあったかなって思いますね、うん、その1年の手の変化でいうと。あ、そうですね、60キロ速く走れば4時間ぐらいで、そうです、終わりますもんね、時間的負担も少ないですからね。そうですね、うん、まあ、今後取り入れていこうかなですね、いろいろと、ね、はい、試行錯誤してまたいい記録、ね、記録だけではないですけど納得のいく、ね、走りができるといいですね。きちんと最後の方にちょっと相澤から一言とかで入れるとしたら、まあ、食事が一番体を作るもの大事なので、うん、しっかりとした食事をとって適度に運動をして、うん、小さい目標でもいいのでしっかり、何でもいいので明日 500g 体重が痩せるとかでもいいと思うんですね、うん、何、まあ誰に対してでも言いたいのは、まあ、小さな目標でもいいので人それぞれ何でもいいので目標を立てて
しっかり食べて、しっかり体を動かしていけば、まあ、今のこの状況でもね、楽しくやっていけるので、うん、まあ、そこが一番大事かなと思います。うん、そうでしたね。走り始めたきっかけがね、そもそも今のこういう時代でもっていうところでしたから、はい、あの今回のお話でね、あの一人でも多くの人に、なんかこの気持ちというか、伝わっていくといいなと思いました。うん。